サンバです。 Your third dance, the samba。 今度はサンバです。マリトースキー組です。この滑らかさ、躍動感、いかがでしょうか？そうですね、今あのベーシックの施設から入ったんですけれども、まあ、このようにあのベーシックフィギュアをたくさんこう多用しながらバリエーションを踊っていけるので、まあ、難しいといえば難しいですし、初心者の方にもバリエーションを踊りやすい種目ですね。はい、そして各カップルのこのバウンスアクションですね。彼は非常にやっぱりバネが強いですね。足も速いです、はい、躍動感につながりますよ ね。 そうですね。ターチェフ組です。時差ボケですかねちょっとキレが悪いですね、タテイシュ組ですね。今リバースロールを踊ってるんですけれども、はい、体全体を旋回させるはずが、男性が頭や腕を振り回してしまいましたね。大きな円を描くように踊れませんでした。で中村組ですね、はい、再びマリトースキー組です。自信に満ち溢れてますね、はい、もう一度中村組ですね、はい、彼らのロールは良かったですね、はい、サンバの競技が終了いたしました。では同じステップを2組で比べてみましょう。彼は1、2、3、1、2、3と1で高くなってアクセントを取るように乗り越え、次のステップから降りていくように踊っていますが、はい、サルコフ組は1、2、3、1、2、3、1、2、3というように、2歩目で腰を切るようにして乗り越えてアクセントにしてますね、はい。